第一の生贄は大輝さんです。よろしくお願いします。おやおいおいおい、伝説がいねえぞ、伝説が。伝説いなきゃ大丈夫か？どうしようかな。まあ、なんでもいいんですよね、正直。真に泣きそうな気がする。ちょっと待ってくれ。ちょっと邪魔だよ。ちょっと表示邪魔だよ。なんでも良さそう。どうしようかな。なんでもいいんだよな、ちょっと。画面、ちょっと避けます。ちょっとこのオーディオインターフェース。オーディオマネージャーちょっとどかして。まあ。まあ、これ、ユクシーがちらついて、相手多分ビビリのユクシー対策で来るでしょうから、まあ、いきなりグラーノンでビビらせますか、まずは。まずは先発グラーノンでビビらして、で、もう、これ見ろ、この、オメガルビーの全ての要素を詰め込んだパーティー。さあ、オメガルビーアルファサファイアの要素が全て詰まったと言っていい、このパーティー。相手、大輝さん、対戦よろしくお願いします。メガバンク、ついております。ニンフィア！さあ、勝てるのか、そのポケモンで。絶望せよ。相手のパーティーメモってねえや。相手のパーティーメモってねえ。浮いてるポケモンいたっけか。まあまあまあ、伝説の前には、無力でしょ。原始回帰。さあ、大地が終わるぞ。伝説の前にヒレフスがいい。断崖の剣から行きましょう。うおぉ！バーン！慈悲などない！おや、ハイパーボイス？効かない、効かない！結構いて。メガネの火力だ。ホノパンでゴリ押していく！おら！もう、コブ、炎のパンチとかいうレベルじゃないっすね、もうね、なんかね。炎の核弾頭ぐらいの威力がある。パンチが今飛んでった。さあ、グラードを前に次なるポケモン悩む。それは悩む。グラードを突破するす、安定して突破する術はほぼないと言っていい。さあ、エルレイドは仕方なく出てきた。まあ、弾丸の剣でいいでしょう。S 抜いてる限りは弾丸の剣を押していきます。さあ、来た！すごい！この画面だけ見ると、オメガルビーしかない。完全にこれ、新作ですね、これ。この画面。弾丸の剣当てていく。命中率は 85% なので、100% ではないことは留意いただきたい。一撃！これがパワーだ！このグラードは陽気です。陽気、さあ最後マニュアルが出てきて。祈るんだな。どうしようかな。どうせ抜かれてんで、一回電磁挟みますかね。猫魂。さあ、晴れのターンを少しでも削ろうという、玉マニュか。玉マニュだったらもうなんか、ほのパンでいい気がするな、これな。ほのパンで、畑落とす。これ落ちるかもな。グラード B 高い。高い硬い。ものともしねえ。これがオメガルビー伝説のポケモンだ。大輝さん、大佐ありがとうございました。来た。今日二人目の生贄はカギーさんです。よろしくお願いします。おや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 。いいのかな、そんなポケモンたちで。俺ちょっと待って。俺メガグラードンと、違う。メガマンダと戦ったことがなくて、ちょっとそこが不安っちゃ不安だが、加速してこれメガマンダで殴りまくるみたいなパーティーでしょ、これ多分。まあ、結構見え見えな感じあるな。ユクシー先発、レッグーザ。あー、月光がからお茶濁しパターンかなー。海洋が先発。メガマンダきついな。ゼクロも耐えられるかな。いや、デオキ出してってもいいかもな。デオキ出すか。レックザ出してきたい。バクーダ。バクーダも見るようになったか、フリーで。ミロが、どうしましょうかね。ちょっと厚めに、こんな感じで。よし！行くぞ！圧倒的パワーにはね、どんなポケモン無力ということを教えてあげよう。
鍵井さん悩むね。悩めるよこれは。もう正直グラードンが相当選出縛りますからね、通常のパーティー。鍵井さん対戦よろしくお願いします。せめて一思いに潰してやる。まずは先発海王が鉄火人から来た。これは読みミスというか、ある種ちょっとミスですが、まあまあまあいいでしょう。どうせだって罵倒しかできないんだから。礼儀でいいんだよな。礼儀でいいんだよな。どうせマンナなんだから、後ろ。ここワンパン食らわせられて潮吹きのダメージ抑えられるぐらいだ。まあいっか、打つか。これが海王だな、守る。潮吹きバレて、まあ、ワンパン殴ってくるかもしんないな。加速。まあ、とりあえずバトンさせないことが大事だから、この圧力でな。剣の前舞うのはいいが、後ろ耐えられるか。さあ、ここバトンが来るタイミング。急所。何体の鉄火人が今吹っ飛んだんだ。さあ、ここバトンが来る。しかし、並々たらぬ耐久じゃ受けられないのか、潮吹き。守る。少しでもターン、稼いできますね。慎重なプレイ。PP 増やしてねえから地味にきついんだよな。増やしてこいよ、みたいな。いや、ちょっとね、準備が間に合わなかったんですよ。準備がね。取る方優先で。バトンタッチ。さあ、来るのはマンダでしょう。8割ぐらい削れんだよな。ところがどっこい。半減で受けられると思ってたらね、削れんだな。それが。こっち後ろ出置きいるんで、そんな怖くないですね、この対面は。パーン、バーン、ドーン。今一つの火力じゃねえ。全く今一つの火力じゃねえんだが。さあ、来たぞ。メガマンクルで使って。メガマンだ。ギャーン、薄い。薄すぎる。かなり収納が楽だ。島野に困った時は、完全にこれ、メガ進化してもらうしかないっすね。さあ、すごいダメージだ。急所、海洋が倒れてく。お疲れ様。雨は上がる。やまない雨はないんだよ。さあ、出を切ってもらいましょう。飛んでんな、マンダ。スピードフォルムで、出を切って、登場です。プレッシャー。まあ、一発食らっちゃいますけど、そんな困んないですね。レイビで、いや、新速でいいな、これ。上から。強いな。おい、おい、環境トップのボーマンダをここまであっさりと倒せる、この、3匹、パーティー構築。素晴らしいパワー。後受けを許さない。出てくるのはフライゴン。さあ、フライゴンか。レートビーム。物理アタッカーじゃないんだよな。両刀だよな、出起きつったら。まあ、あと、新速で。己の無力をたたるがいい。これがポケモンパワー。なんか全然これなんか俺じゃなくても勝てる感がすごい。迅速襲撃。まあ気合いの鉢巻きとか言われても落とせない限りは襲撃。ダンプカーのパワーだよこれが。鍵井さん対戦ありがとうございました。来た。四季さん対戦よろしくお願いします。ドン。おお、純伝が一匹か。いいのかな、純伝説なんていう控えめな伝説っぷり具合で。大丈夫なのか。僕は伝説幻のポケモン使いまくりますが、レックーザ出していきたい。ガルーラが若干邪魔だな。ガルーラが邪魔。ガルーラは強いからな。言っても出置きが不意打ちで落とされるからな。どうしようかな。まあ、グラードン出しゃいいんだよな。
結局結局グラードン出しゃいいんだよな。ユクシー海王がレッグザいきます。四季さん対戦よろしくお願いします。いや音楽いいなやっぱり。もうサントラも迷わず買うからな。安定感が半端ないですねポケモンのサントラは。四季さん対戦よろしくお願いします。ユクシーからいきます。相手はガルーラから来ましたね。まあこっち5つ目持ってんでそこまで弱い対面ではない。ここは一回まあ捨てろかな。いや電磁波か安牌で。これもうガルーラは多分ね、これねボーンあれなんですよ、グラートン対策で出てきてるんですよね。これ多分自信当てに来てるんだよなこれガルーラ完全に。まあ多少の不意打ちは効かない。まあユクシーっつったらそんなに攻撃はしないですからね。さあ空元気がなければこれかなりアドですね。これでじゃあ張り切って、ステルスロック巻いていきましょう。不意打ち決まらない。おーやりたい放題やりたい放題いいのか。場が整っていく。これもイカ様で攻めてっていいかもな。これだったらこんな感じだったら不意打ちこれは当たりましょう。まあ、あの、B 結構厚く振ってるんで、いいダメージですね。5つ目、2発当てて、で、イカ様、ドン！ほら！シャイン！いいダメージ。なんか思ってるかダメージ入んなかったが、まあ、あんまり気にしないで方向でいきましょう。置き土産で退場です。不意打ちですね、相手は。置き土産。さあ、ここで来るのは何か？わかるかな？レッグーザの龍舞だよ。ユクシーは、まあ、伝説はほっといてもすげーパワーあるんで、そのパワーの補助ですね。レッグーザでこれで積みの起点を作ったんで、ここで積んでいきましょう。サクサクとね。天気の影響なくなっていく。メガ進化龍舞。圧倒的力。力をくれ、レッグーザ。さあ完全にメタリックになって完全なんかいやーかっこいいな。不意打ち当然決まらない。不意打ち連打。恩返しの方が安定しそうなのかな。もう全然喋れてねえけど攻撃はしないぞ。ここでもう一回積んでもいいぐらいだなこれ。もうさすがにいいか。でもいや新速で上からこれ叩いて終了では。ほいすげえ火力だ。ガルーラ突破して、さあ、タマレックーザー、さあ、レックーザーは画量転生さえ覚えていれば、メガストーンは必要のないポケモン、つまりアイテムが持てるメガ進化プラスアイテムという鬼畜の所業。レジロックが出てきて、こいつ岩だよな。ロック2ぐらいだから、岩だろ。自信でいきましょう。おらー！A 種族値は180ぐらいありますからね。ネジロックすらへんネジ込めミンチになっていく素晴らしい火力すげえ。A ボタン押してるだけで敵のポケモンがボンボン飛んでくよ強すぎる強すぎる。さまよのプレッシャー、こっちの方がプレッシャーなんだよな。こっちのポケモンの方がプレッシャー与えてんだよな。さあ画量転生綺麗だバーン。うわすげえ耐えた。ちょサマヨ硬すぎない？これサマヨが硬いっていうの言えばいいのか、レッグザが火力めっちゃあるって言っていいのか、どっちなんだろうね。これ悩ましいね。まあ、でも奇跡ここまで貫通させるのはやばいな。耐える方も耐える方だが、じゃあもう一丁で終了なんだよなバーン伝説こそパワー。これが伝説パだよ。四季さん対戦ありがとうございました。はい、皆さんはじめまして、アットムツーと申します。エンディングで挨拶する実況者がいるらしい、というわけでね、こっから先はグダグダと、話していきますので、お好みでご視聴ください。というわけでね、今回のパーティーコンセプトは、伝説統一というところでしたね。
まあ、厳密に言うと、あ、ちょっと待って、爽やかスマイルしてきます。来たぞ。いいよ。求めるレベルが高いな、さすが伝説。あの、厳密に言うと、今回タイトルはああいう風になってますが、厳密に言うと伝説のポケモン、幻のポケモン、純伝説ポケモンで考えてます。で、今回はせっかくまあね、フリーがそういう伝説とかも潜れる環境で、かつ伝説のポケモンが多く手に入る環境なので、まあ、せっかくなんでね、やってみようと思ってね、やりましたが、思った以上にね、パワーがやばいっすね、このパーティー。でも最初から分かってたんですよ、正直ね。もうグラードン、あの、正直パーティー組んでる段階で、原始グラードンをシングルでどう対策するんだっていうのがね、一番なんですよ。あの伝説パーティー組んでる時も、原始グラードンの対策、あのパーティーですら微妙なんだよね。原始グラードンの対策って。それぐらい強いんですよ、原始グラードン、今回。だからね、で、やっと原始グラードン倒したと思ってもさ、後ろもなんか第一線級の禁止ポケモンが出てくるわけでしょ。もうやばいよね。だから逆に、このパーティーをどう倒してくれるかが、この動画のね、見どころだと思うんだよ。だから俺がこの負け試合を上げるときが最大の見どころだと思うんですよね。まあ参考になるというか、まあ俺のプレミとかもあるんだろうけど。いやー、そういうところですよね。ちょっと待てや、お前。お前どんだけお前俺と遊びてんだよ。で、今回、結構収録でたくさん潜ったんですけど、負けたの1回だけでしたね。しかもそれもなんか事故みたいな負け方したんで、今回動画には上げてませんが、それ以外は全勝でした。ポケモンパワーってすげえみたいな。まあでも、ある種わかりやすいと思うんですよ。僕の動画、まあ今までいろいろポケモン動画上げてきてますが、まあなかなかのにわかプレイと、あのね、プリでね、まあ、いつもコメントはもう、お叱りのコメントばっかりなんだけどさ、その俺が使っても、勝てるんだから、間違いなく強いんですよね、今回は。で、今回ちょっとまあ、パーティーがパーティーなんで、なかなかパーティー変更、今後ね、パーティー変更少しずつしていくつもりですが、準備に時間がかかるので、伝説のポケモンということもあって。なんでね、パーティー変更は非常に緩やかな、感じになると思いますが、そこはご了承ください。というわけでね、初めて陸奥の動画見るという方も、今までで陸奥の動画見てた方も、いかがだったでしょうか。もしよろしければ、こんな感じで今後動画作ってまいりますので、温かく見守っていただければなと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で皆さんお会いしましょう。では失礼します。バイバイ。